ギブソン・レス・ポール・ジュニアは、ギブソン・レス・ポールの廉価モデル。1958・ジュニア・1959年製、ダブルカッターウェイのレス・ポール・ジュニア。この色のモデルは、TB モデルの別名を持つ高価な、レス・ポールのスチューデントモデルとして1954年に発売される。モデル名が、レス・ポールであり、ボディシェイプも他のレス・ポールと同様であるにもかかわらず、 ジュニアの開発にレスポールは関与していない。スタンダードやカスタムと比較すると軽く扱いやすいとされる。ピックアップはドックイヤーの P-90 が一つのみで、コントロールもトーンとボリュームだけである。ポジションマークはドット、プラスチックノブのクルーソン製3連ペグ、ギブソンロゴもデカール、マホガニー材のみのフラットトップとするなど、スタンダードやカスタムに比べて、 あらゆる面でコストダウンが図られている。ジュニア、スペシャルの代表的なカラーであるライムドマホガニーは発売当時白黒だったテレビ画面でも映えるため付けられた故障である。他にサンバースとチェリーレッドといったボディ色が有名。1958年頃にシングルカッターウェイからダブルカッターウェイに変更される。1960年にはレスポールが生産中止となり、 ジュニアも製造が中止され、そのまま SG スタイルへと移行する。メイプルトップマホガニーバッグのスタンダードとは異なり、ボディはマホガニーのみであり、P-90 を搭載したことにより得られる、独特な音が評価され、ヴィンテージ市場でも高値で取引されている。1970年代以降には再生産が行われ、近年はカスタムショップでも製作している。 ドックイヤータイプの P-90 をリアポジションに一機のみ搭載。1990年代の個体には P-100 を搭載したものも存在する。ラップアラウンドタイプのバーブリッジを搭載。1990年代の個体にはチューンオーマチックのものも存在する。ボディ材はマホガニー。スタンダードやカスタムはボディ表面がなだらかに盛り上がったアーチトップだがジュニアでは 平らなフラットトップとなっているロックンロールパンクといったジャンルに使用者が多いありがとうございます。